はい、こんにちは、大西です。今日は、音読の中のシャドウイングについてお話しします。シャドウイングはですね、意味が分かっている会話をやることに意味があります。意味が分かっているものですね。で、意味が分かっているものを Repeating, Overlapping, Shadowing っていうふうにやっていって、最終的にシャドウイングをたくさんやっていくと、聞いた音をどんどん吐き出せるようになるので、リスニングも上がりますし、スピーキングにもつながってきます。英語の回路ができていくからですね。シャドウイングをやった時に何回やっても詰まってしまう文章ってあると思うんですね。そこをどうするかっていうことについてお話ししますね。じゃあ今から初めて、内容を取りますね。こんにちは、エステバン。私のプレゼンのスライドを精査してくれてありがとうございます。私は週末かなりの時間をこれに費やしました。あなたの週末が私のものより良かったのならいいのですが、どういう意味これどういう意味、日本語がよくわかんない。あなたの週末が私のよりエンジョイしたならいいなってことですね。とこんな感じで、とりあえず自分がまずこの話を理解する。まずは英語らしいリズムで読めるように一個ずつ止めてリピートするわけですね。 Hi Esteban。 ではですね、次オーバーラッピングをやってみましょう。リピーティングである程度読めるようになったら、次はオーバーラッピングですね。ぴったり合わせて読んでみます。Hi Esteban. Thanks a lot for reviewing my presentation slides. Your comments were helpful. No problem. I spent a lot of time over the weekend working on it. I hope your weekend was better than mine. ある程度7割方合ってるなっていう感じになれば、次シャドウイングに行って大丈夫です。シャドウイングは見ずに聞いた音をどんどん吐き出していきます。Hi Esteban. Thanks a lot for reviewing my presentation slides. Your comments were helpful. No problem. I think your presentation will go really well. Mine was pretty good. I went to a cooking class at the restaurant downtown. I learned how to modify recipes to make them healthier. That sounds interesting. I'd like to see if they have any more coming up. It's called Henderson's Cafe. って感じで、最初ね、言えないところもあるんですよね。全然よしって感じ。言いにくい文章ってこうやってあるんですよね。言いにくい文章はですね、2つ理由があります。1つはその、リズムと音を言った経験がないんですね。言った経験が少ないっていうことですね。例えば私今言いにくかったのは I'd like to see if they have any more coming up のとこなんですが、これ見たらわかるんですよ。見たらわかるものも、言いにくいっていうのは言い回しですよね。リズムに慣れてないと、この組み合わせに慣れてないっていうことですね。英語って単語と単語の間がつながりますよね。そして文章が一つのリズムになりますよね。一つのパッケージのリズムになるから、このリズムに自分が言った経験値が少ないから慣れてないだけなので、やっぱ10回単位でそこだけ抜き出して言う練習をすれば必ず言えるようになるんですね。でもう一個はですね、意味自体がやっぱり分かってないと入りづらいので、このもう一回自分が言いにくかったのは、これなんでこういう意味になるのかっていうのを一回取った方がいいと思います。意味が分かってるなら OK です。I'd like to see if they have any、 この any が何なのか、クッキングクラスのことですよね。いくつかあるなら、これからまたね、新しいクッキングクラスがあるならの、この any はクッキングクラスのことだっていうのが分かればイメージができるので入りやすいんですよね。なので、2つですね。まずはその言いにくい文章の意味が分かるか、なんでこの文法になるのかが分かるかっていうのをまず確かめる。で、そしてあとはもうリズムに慣れてないだけなので、言う練習を10回単位でする。そしたら必ず言えるようになりますっていうことですね。